盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽北谷陽生4代目北谷隆一です。今回はですね、高松盆栽の里フェスタ2024ということで、それの宣伝動画も兼ねてなんですけど、いろんな縁をね、高松盆栽といえばっていうところ回ってるんですが、今日はちょっとうちの僕の縁の方の紹介ということで、はい、回らさせていただきます。最初ちょっともう一回だけ、高松盆栽の里フェスタ2024が10月26日土曜日と27日日曜日ありますんで、ぜひともお越しくださいということで、はい、では早速うちの園のご紹介ということで、そんなに変わり映えはしてないいつもの感じなんですけども、パッと見てね、ちょんまげのいっぱいついた盆栽がありますけど、あれよく聞かれます。あんなに伸ばして何に使うんだってね。いや、あれ切るんですよって、太らすためですよって、言いますと、結構あ、そうなんですかみたいなお話があったりするのがちらほらと。そうですね、これはご紹介したことあったかなかったか、こういうでっかい五葉松もうちの畑で育ててきた五葉松なんですけど、これね、初代が黒松に五葉松継いだんですね。うちの初代がね、僕4代目ですけど、だからうちの園でずっと育ててるけど、もう樹齢多分100年近いと思うんですよ。結構幹もね、太くて、はい、このでっかいね、トロ箱に、植えて、なんとか今結構綺麗になってきましたけど、これとかね、なかなか迫力のある、はい、五葉松かなと思います。こんなんもね、ぜひよかったら実際に、フェスタ期間中も開けてますんで、よかったら見に来てくださいという、はい、じゃあちょっと他のとこも入っていってみましょうかね。よいしょ、こういうちょっと変わったのもあったりとか昔ちょっとイベントで参加した時に、なんやかんやでうちに今あるんですけど、はい。ちょっと音入ってるから、しょっちゅう電車の音がするんですけど、木梨駅がすごく、もう徒歩30秒ぐらいで行けるところにありまして、はい、電車は降りてすぐで来やすいかなっていう、こういうのとかもうちの名産品というか、山鳥の黒松なんですね。うちの2代目が瀬戸内海の島から、いっぱい持って帰ってきて、はい、結構もう樹齢100年以上の古い黒松みたいな感じで、こういうのとかあったり、これも同じような経路でうちに来て、70年前ぐらいかな、はい、にうちのおじいさんが持って帰ってきて、それから70年間ちゃんと手入れして、はい、これちなみにうちで一番いい黒松です。名前もね、玉慶っていう名前をつけてるんですけども、多分樹齢200年以上ぐらいは経ってるんじゃないかなっていう、はい、こういう大きいのがあったりだとか、この辺りは手頃なサイズ、もう片手で持てるぐらいのね、はい、軽いサイズで、この辺のを盆栽の里フェスタに抜粋して持っていこうかなと思ってます。はい、結構ねちっちゃいけど、なかなか古くて綺麗な木がちらほら、はい、こういうのも仕上げていったらさらに良くなりそうだなっていう、一本一本のご説明すると長くなっちゃいそうなんで、流し見でお願いいたします。こんな感じ。またそのフェスタのね、当日、フェスタの会場に持っていくのとうちにあるのと、どうしてもね、棚場の広さが限られてるんで、全部が全部はいけないんで、よかったらお時間のある方は両方見ていただけたらなと思います。はい、この辺りもね、なかなか面白い、
ぐにゃっと曲がってね、どうやって作っていこうかなみたいな、はい、楽しい感じの木ですね。こういったあの安い手頃なのもこの辺でだいたい3000弱ぐらいかな、お値段で、まあ、そんなのもちらほらあったりだとか、はい、まあ、こういうのとか、そうですね、これも、こういうのも黒松ですけど、シャリがあってくねりもちゃんとあって面白いですね。ちょっとまだ枝が手入れがちゃんといけてないんで、これもきれいに手入れしたらだいぶ変わるだろうなっていう、はい、まあ、ちっちゃくて手頃なのもまた、これとか千住丸ですね、まあ、こんなのもあったりだとか、はい、まあ、ちょっと手頃な五葉松も多少あります。とまあそうですね、うち来ていただいて珍しいので言えばこの辺りね、全部うちの畑なんですけど、あのまあ盆栽畑ね、結構世界的に見てもこの辺ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ植わってるのはあの樹齢100年超えのまあ山鳥の黒松だったりとか、まあ樹齢もそういう100年近い大きい五葉松だったり、まあそれよりちょっと若い、まあそれでもまあまあ大きい五葉松とか錦松、あと寿とかね、そのあたりが植わってますね、はい、ここで綺麗に剪定して鉢にあげて、仕上げていくというような。でちなみにこういう畑があとまだ2箇所ぐらいあるんですけどね、はい、もう剪定作業がもう目白押しなんで、もしね剪定体験したい方はね、ご一報くださいということで、いつでも大歓迎です。はい、まあ今うちの園をねもう軽く自分の園なんでもうダダダダと言っちゃいましたけど、あのまあ盆栽の里フェスタ、実際会場でもあの楽しいイベントをいろいろ用意してますし、まああの普段のね品揃えよりかはかなりこうギュッとね凝縮されたような感じにもなってますんで、まずまあ盆栽の里フェスタあの2024 10月26日土曜日と27日日曜日、この2日間まあぜひよろしくお願いしますっていうのと、あとはね、まあ、うちはじめあの近隣に結構楽しい盆栽屋さんいっぱいあるんで、はい、そちらも盆栽の里フェスタと一緒にねお時間都合の良い方は巡られてみても楽しいんじゃないかなと思います。ではでは本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。